審査の間にご来場の皆様にはスペシャルトークコーナーお楽しみいただきたいと思います。それでは早速ご紹介しましょう。就任議員小泉進次郎様。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。そして上地師匠、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはね、上地師匠に伺っていきたいんですけれども、はい、まあ、主催者として今回横須賀発世界へということで、そのコンセプトのもとでこの開催しているオーディションですけれども、はいはい、構想したものが形になった今の本当に正直なこう気持ち、すごく嬉しいですね。1年足らずで形になった、すごく嬉しいです ね。今日、まあ、本当にこの第一弾がね、行われたっていう。嬉しいですね。せっかくなんでミュージックオーディションですから、好きな音楽のジャンル、はい、よく聞くアーティストなどいらっしゃったら小泉さん教え。僕はですね、学生時代に一番聞いたのはヒップホップですね。最初聞いてたのは、まあ、釈迦ゾンビとかブッダブランドとかそういうの聞いてたんですけど、結構コアなとこ行ってますね、ハートのところ、ね、そう、結構だからこれ語ると誰もわからないから永遠と語ってるといういやでも意外ですね。なんか僕勝手な先入観なんですけど、クラシックを聞いてるんじゃないかって。あ、それうちの親父の方もですね。それね、であとはあれですかね、ヒップホップ以外で言うとミスチルですね。あ、ミスチルね、皆さん。これはやっぱりね、うちの兄貴の影響だと思います。ああ、ちなみに上地師匠はその最初に買った、まあ、CD じゃレコードですかねCD じゃないレコードかなみたいな。買うのはあんまり、まあ、僕はねクラシック実は小さい時好きで。あ、そうですか、はい、でね、途中からやっぱりロック、ロック小僧、ね、うん、おっしゃってましたもんね。クラプトンとかサンタナとか、はい、その辺が今でもよく聞くところですね。仕事の、まあ、合間じゃないですけどリラックスしたい時とか来ますね。やっぱりそれからテンション下がるとそれを聞いて、はい、自分のリズム、分かります。車の中でリズム取ってます。あ、はい、ということで、ありがとうございます。お時間も来ましたので、はい、いろいろ伺いたいところなんですけども、小泉進次郎衆議院議員、そして上地師匠、本当にどうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。大きな拍手でお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では審査発表に参りましょう。さあ、審査の発表は上地師匠よりお願いしたいと思います。発表します。横須賀イノベーションミュージックオーディション、2018優勝者は5番スターフィッシュさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは優勝者の皆様へは、小泉進次郎衆議院議員から横須賀といえばロゴ入りのスカジャンが贈られます。はい、着せて、ね、もらう感じで、はい、はい、おめでとうございます。続きまして、ユニバーサルミュージック岡田様より目録が授与されます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして株式会社 JVC ケンウッド様より副賞が贈呈されます。優勝のスターフィッシュにはスタジオモニターヘッドホン HAMX100Z が贈られます。音楽スタジオのエンジニアが自分たちが使用するために設計したハイクオリティヘッドホンで、プロのミュージシャンもレコーディング現場で実際に使用しているモデルということで、これからの楽曲制作にお役立ていただければと思います。またその他のご出演者の皆様には、マルチライブモニター XEM10BT というのが贈られます。はい、ということで、じゃあちょっと優勝したスターフィッシュ、ヒデトさん、コメントをいただけますか。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。今日は集まってくれて本当にありがとうございます。いや本当に、いや本当にもう直前まで優勝するとは思ってなかったんで、本当にピアノとかも結構失敗しちゃって、
本当にやばいですね、本当にやばいです、本当に緊張しちゃってますかね。もう締まり悪いんですけど、もう喋れそうにないんで、はい、ありがとうございました、本当に。わかりました、いいですよ、ありがとうございます。ぜひこれからもね、音楽活動頑張っていただければと思います。じゃあ続きまして、衆議院議員小泉進次郎様より祝福応援メッセージもいただきたく思います。よろしくお願いします。お二人本当におめでとうございます。必ずしも話すのが得意じゃなくても、それはこっちに任せて、これから音楽で日本を世界を明るく、そして盛り上げてほしいと思います。本当に今日はおめでとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして、横須賀イノベーションミュージックオーディション2018は終了いたします。皆さん、横須賀から世界へ羽ばたくアーティスト、スターフィッシュにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。横須賀を音楽エンターテインメントの街にしたいという思いで、しかも横須賀に若い才能を集まってもらって、横須賀が何か発信したいという思いでこの計画をさせてもらいました。非常にこう大変いい人たちに集まっていただいて、盛り上がりを見せて大変嬉しく感じます。やっぱり若い才能ってのは本当に豊かで、目を見張るものがあって、横須賀がそれを発信できるということで改めて感動させてしました。驚かされたのは、ここで初めて会って2人で初めてここで楽曲を合わせて、それで優勝したっていうこの才能っていうか、これはずっと音楽やってきた人間からすると、やはり若い人との才能にはかなわないっていうことは、かなわないっていうか、やはりこれはもうどん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 芽生えていくもんだっていうふうに感じました。本当に素敵で素晴らしかったです。ぜひこれを見て、横須賀に来れば音楽ができる、音楽を楽しめる、そして音楽を持って世界に発信したいという人に、ぜひ横須賀においでいただければと思います。よろしく。